賢治作セロ引きの豪志。豪志は町の活動写真館でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないところではなく、実は仲間の学士の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会で出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とーててててて、ここからやり直し。おい、みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシは顔を真っ赤にして額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな。ああ、僕は君にドレミファを教えてまでる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。講師は慌てて糸を直しました。これは実は講師も悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。おい、みんなはまた始めました。講師も口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いいやんばいやと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことに今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。ほい、そらと思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金具塚地田の里屋の弟子なんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情というものがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。高貴ある我が近世音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなも全く気の毒だからな。では練習は今日はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベツの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行ったのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。
ゴー氏はそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を引き始めました。符をめくりながら引いては考え、考えては引き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何べんも何べんもゴー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 引き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろ向きトントンと叩くものがありました。星君か。ゴー氏は寝ぼけたように叫びました。ところがスーッと通して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴー氏の畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴー氏の前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと。これおみやです、食べてください。ゴー氏は昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって、今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目もすぼめていましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメラユ弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれよう、としばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。生意気だ生意気だ生意気だ。ゴー氏はすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では弾くよ。ゴー氏は何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと。トロメライ、ロマンチックシューマン作曲。猫は口を拭いて澄まして言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セロ引きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっちり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫はさあこれはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまたさあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴー氏はすっかり面白くなってますます勢いよくやりだしました。先生、もうたくさんです、たくさんですよ。ご主婦ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りません。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいに
猫はまるで風車のようにぐる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 合衆を回り始めました。合衆も少しぐるぐるしてきたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロ引きはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわい、それからマッチを一本取って、どうだい具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。はっはぁ、少し荒れたね。セロ引きは言いながら、いきなりマッチを下でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って、頭でドンとぶつかってはゆるゆるとして、また戻ってきてドンとぶつかってはゆるゆる、また戻ってきてまたぶつかってはしよろよろ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。セロ引きは戸を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎてもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュは叫びますと、いきなり天井の穴からボロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコーでした。鳥まで来るなんて、何のような。音楽を教わりたいのです。カッコー鳥はすまして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと、お前の歌はカッコーカッコーというだけじゃないか。するとカッコーが大変真面目に、ええ、それなんです。けれども難しいですからね。難しいもんか。お前たちのたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところが、それはひどいんです。例えば、カッコーとこう泣くのと、カッコーとこう泣くのとでは、聞いていてもよほど違うでしょ。違わないね。では、あなたにはわからないんです。私らの仲間なら、カッコーと一番言えば、一番みんな違うんです。勝手だよ。そんなに分かってるなら、何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが、私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるか。ええ、外国へ行く前に、ぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、と弾きました。すると、カッコーは慌てて羽をバタバタしました。違います、違います。そんなんではないんです。うるさいな。では、お前やってごらん。体を前に曲げてしばらく構えてから、と一つ鳴きました。なんだそれがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろう。セロ引きはまたセロを取って、するとカッコーは大変喜んで、途中からとついて叫びました。それももう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのです。
口はとうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないかとみんながやめました。すると、カッコは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっとと言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって、こら、鳥、もう用が済んだら帰れ。どうか、もういっぺん弾いてください。あなたのはいいようだけれども、少し違うんです。なんだと？俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもういっぺん、お願いです。どうか。カッコーは頭を何遍もコンコン下げました。では、これっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコーはクッと一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたしますと言って、また一つお辞儀をしました。嫌になっちまうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。すると、カッコーはまたまるで本気になってと、体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふと、なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど、カッコーの方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことをしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。ゴーシュはいきなりピタリと背を止めました。すると、カッコーはドシンと頭を叩かれたようにフラフラッとして、それからまたさっきのようにと言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか。僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ。何を生意気な、こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出ていけ。見ろ、夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。では、お日様の出るまでどうぞ、もういっぺん、ちょっとですから。カッコーはまた頭を下げました。黙れ、いい気になってこのバカ鳥め、出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。すると、カッコーはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶつけて、バッと下へ落ちました。なんだガラスで、バカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコーがバッとぶつかって下へ落ちました。見ると、くちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、カッコーは起き上がって、何が何でも今度こそというように、じっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコーは下へ落ちたまま、しばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコーは目を開いて飛び抜きました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは2、3枚ものすごい音をして砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の跡を、カッコーが矢のように外へ飛び出していきました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは、町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、
めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第六交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールではまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がきっと待って答えました。いけませんな、こういう大物の後で何を出したってこっちの気が済むようにはいくもんではないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい剛志君、何か出て弾いてやってくれ。私がですか。講師はあっけに取られました。君だ君だ、バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ出て行きたまえ、学長が言いました。みんなもセロを無理に講師に持たせて戸を開けると、いきなり舞台へ講師を押し出してしまいました。講師がその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。うわーと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし見ていろ、インドのトラガリを弾いてやるから。講師はすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それからあの猫が来た時のように、まるで怒った象のような勢いでトラガリを弾きました。曲が終わると、ゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長はじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそり座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いて行って、向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けて講師を見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、講師は思いました。ところが学長は立って言いました。講師くん、よかったぞ。あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。1週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、と講師に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そして、また水をガブガブ飲みました。それから、窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら言いました。ああ、格好、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。
Thank you.